圭介のソングス&ドックス、週末はミュージシャン。ということで92回目12月に入りましたよ。7日、美しい人のね、6月29日大塚バージョン、これをもう半年近く前ですけど、すいません、私に撮影、自分で撮影する技術があってね、あちこち行ってるんで、あちこちの撮ってくればいいんですけど、まあまあ、音の問題もありますしね、ということで、過去の映像を使ったり、リアルな映像を使ったりしながら行っていますが、美しい人、6月29日、大塚ウェルカムバックは、これで今週はスタート。はい。はい。どうぞ。今度は君が踊りたいなら見ないふりして飲んでてあげる。ということで、その、美しい人の3ヶ月後、9月28日、やっぱり大塚のウェルカムバックなんですが、まあ、同じ店でずっとライブを続けるというのは、実はアマチュアには大変なことでして、僕ね、栃木にで音楽活動をやるようになって、何が楽しいというと、やっぱり、いらっしゃるでしょ、いろいろ聞いてくださる方、はいはい、東京ってみんなこう割とライバルっぽくて、同じ日に出る人同士でも全然聞いてるとも限らないし、あとこう、まあ、文化的には確かに映画館もあれば芝居小屋もあってたくさんあるので、リスナーとか視聴者からすると楽しいんですけど、ずっとこの売れない人間がずっとやっていくには大変なんですよ。
この居酒屋で、まあ、あの10月3日ライブやった時はたくさんいらっしゃいましたけど、まあ、変なし3人でも5人でもたくさんいるように感じる小屋と、50人ぐらいないと全然満席にならない小屋とで言ったら、ね、そのどっちかって言うと50人いた方が楽しいかもしれないですけど、僕はやっぱりなんか少ないお客さんでもちょっと狭めで、それ狭いがゆえに盛り上がんなきゃいけない、あの感じがもうだんだんね、これはもう年とともにといいんでしょうか、東京ドームに今から出られるとは全然思ってないので、こういう感じじゃないですね、自分の中身をこう高めていきたいっていうことなので、ということで、大塚ウェルカムバック、何を言ってるかというと、この9月28日もなんかちょっと寂しかったんですけど、まあ、お客さんいらっしゃいましたけどね、そんな中で久しぶりに演奏しました、くたびれゾンのモデオレモーケというですね、ちょっと日本語間違ってますけど、間違ってるのをひねったという、くたびれゾンのモデオレモーケ、これを9月28日、ライブバージョンでお届けします。どうぞ。君は思ってるんだろう、いつも歌われてるって。君は賢いからすぐにわかるって顔して、 T シャツの裾絞るみたいに捕まえ、
ありがとうございました。なんかオチが変だったね。はい、ということで、いよいよ92回目の3曲目、これはあの MC でも言ってますけど、ロードマップという曲でね、10月3日のフライボーのライブです。フライボーと言ってるのは西那須野の駅の線路沿いのなんか暗い通りで、普通みんな東側歩けないよね、怖くてね。そうですね、そうですねって、うん、歩いて歩けますよ。まあ、要はあの僕は嫌いじゃないですよ。っていうか今ここにいますからね。そうそう、これぐらい明るいお店でございますのロードマップ、はい、もうロードマップという曲の説明はあちこちでしてるんで、この番組でしたかどうかもだんだん忘れてきてますが、あの音がね、ちょっとなんていうの、音を優先で作った曲のような印象があるんですよ。あのちょっとね、それをもう嫁には見抜かれましてね、詞が軽いとかよく言われますけど、まあそういう曲はね、来年もやってるかどうかが危ういということですんで、貴重な12月に入りましたんで、ロードマップ今年中に残しておきたいなと思います。それではロードマップ、なんだ、西那須野フラビオバージョン、バージョン。でも西那須野っていう地名を出すこと自体もおっさんなんですかね。那須塩原なの、こんなこと言うやついるの、ほうね。那須塩原市ですね、言われても困るけどね、西那須野のフライボーバージョンでお届けします。はい、ありがとうございました。